ちに道が続いているから、とにかく行ってみようか。なんだろう、このなんかちっちゃい子がいる。話す、アンテさん、母ちゃん。こっちの人は、はーい、ポンテさん。なんだ兄ちゃん、それにしても変な顔だな。アイリア人だよ。アイリア人初めて見た。アイリア人ってことは遠くから来たってことだよな。だったら途中でディーメ母ちゃん見なかったか。母ちゃん、水の化け物が暴れ出してから帰ってこなくてさ、まあそのうち帰ってくると思うけどな。ディーメさんね、ちょっとお名前いっぱいで覚えられるかどうかわからないけれど、この人は話す、フーキュさん。すいません、そこをどいていただけますか。ごめんなさい、ごめんなさい。こっちに道つながってて、ここは、ああカニー、カニいて、なんかこうぐねぐねと道がなっておりまして、まあでも王室って言われたらだいたい奥とか、あの辺じゃないの。あ、カニいる、カニカニカニ、うん、なんかそんな感じするよね。そんな感じする。え、今どこ、今私どこからどう来た。あ、もうわかんない。あ、もうわかんなくなった、わかんなくなったし、なんか落ちたらダメそう。戻ろう。なんか多分行ける道がきっとある。こっちじゃなくて、この人はちょっと、あ、お話しした人か。ふんふん、この いいか、一旦全員お話ししなくても、こうやって上がって、この人も一旦いいや。そこっぽくないね、ね、なんとなく。あ、なんか人いっぱいいる、めっちゃ気になるけど、あー、そうみたい。ちょっとほら、あの目印が近づいてきた。ゼオラの里にたどり着け、コンプリートー。そして、あ、何か始まった。王様、ドレファンさん。お、そなたがシドの連れてきたハイリア人。めっちゃ大きいね。よくぞここまで来てくださった。じゃあ、わしはゾーラ族の王、ドレファンであるぞよ。ん、そなたの腰のもの、それはシーカーストーン。ん、よく見たらそなた、ハイリア人の英傑リンクではないか。わしを覚えておらんかの。お、ハイリア人の英傑リンクがあの英傑その人なのか。そうだ、確かにそう聞いた覚えが。これは驚くべき出来事かもしれないぞ。ハイリア人の英傑リンクが今ここに、まさしく驚くべき出来事ぞよ。それにしても懐かしい、ほれ、かつて幾度もあったであろう。栄養が尽きたと聞いていたが、生きておったぞよの。長すぎる眠りに記憶がない、記憶がないと言ってみましょうか。記憶がないんです、すみません。あー、びっくりした。なんと記憶がないと。我が娘ミファーのことは覚えておるぞよ。ミファー、さっきあの銅像というかになってた方だよね、ということぐらいしか分かってない。ごめんなさいミファーさん。まさかミファーのことも忘れてしまったと。あんなにそなたと仲の良かったミファーを覚えておらんぞよか。この里の風景、ミファーの像を見ても何も思い出さんぞよ。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ。できれば父上、ここで姉上のことは。リンクも混乱していますぞ。おう、そうよな。それにしても知らずに英傑を連れてくるとは。シド、お前もやるぞよ。ジャブフフ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 びっくりした。リンク、そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。実は今この里は水の神獣ワ・ルッタのせいで存亡の危機に見舞われておるぞよ。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。
そなたの力貸してはくれまいか。むずりさん、横にいらっしゃった方が7って言ってらっしゃるの。お待ちくだされ、ドレファン王。アイリア人に助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。何その言い回し、ちょっとおしゃれなの。直れみたいなことだろうな。むずり、ゾーラのヒレ折れ。そうそうそう、直れみたいな意味だよね、やっぱり。ゾーラのヒレ折れなどと大げさなことを。言葉を慎め、むずり。リンクは、俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中、頼れるのはハイリア人しかいない。この前、みんなで決めたではないか。彼なら、俺たちに力を貸し、この里を救ってくれるに違いないぞ。うん、そうぞよ。リンクは、紛れもなき英傑。今は、この里が、いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ危機的状況。ここは、ゾーラもハイリア人もない、謙虚にヒレを畳む時ぞよ。ヒレを畳む。あ、よろしくお願いしますみたいなことなのかな。こう手を重ねるというかさ。ドレファン王はもうお忘れになられたぞら。アイリア人どもは信用できませぬ。100年前、古代文明の力謎を持ち出してハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。しかも、なになに、しかもミファー様まで帰らぬ人となってしまった。ん？ルッタは水の神獣、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。最近突然水を吹き上げ出したせいで、この辺りは激しい雨が続いている。もともと我らゾーラにとって水は空気も同然、それだけなら困ることもなかったぞよが、東にある貯水湖が溢れそうなのだ。もし貯水湖が決壊してしまったら、この里はもちろん川下に住む者たちにも甚大な被害が出るぞよ。なに、すごい、うん、また神獣が吠えておるぞよ。いっぱい出てきてるっていうのはわかるんだけれども、それ以外に何が起こっているのかが全くわからない。なんか神獣っていうけれども、あんまりこう生き物感はないような。でもね、獣って書くから生き物なの。水の神獣がルッタ、その他らの姫ゼルダ殿は、薬剤が現れる前に神獣についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの肩に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。お、事実セゴン G がルッタの肩に電気の矢を当てた時は、確かに水は弱まった。だが俺たちは水星の一族、セゴン G とて電気の矢を扱うには限界が。結局ゾーラに扱える電気では足りなかったのか、ルタの水の勢いは戻ってしまった。びっくりした。だからそれならばと、俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。うん、もちろん俺がサポートする。一緒にルッタを止めてくれないか。はいってめちゃくちゃ言いたいところなのに、実はっていう選択肢。実は何が起こった。お主、ゼルダ殿の導きで神獣の中に入り沈めようと思っていたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ。ハイラル城で、なんとそうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、神獣の中に入り、こちらの
手に取り戻せばガノンを封印する手助けになるかもしれんぞよ。おお、リンクにもそんな目的があったのだな。よし、俺も協力するぞ。暴走が止まれば乗り込むこともできる。リンク、一緒にルッタを沈めよう。わかりました。リンク、ありがとうぞよ。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命なのかもしれぬな。善は急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。ゾーラの鎧、泳ぎスピードアップ。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんと滝を遡ることができるようになる。それを着ていればハイリア人でも我らゾーラのように滝登りができるぞよ。どうか大切にな。ドレファン王、ゾーラの鎧を渡すのですか。それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なものですぞ。それを英傑であったといえ何の関係もないこの男に渡すなど何たること。あんまりです。わしは納得いきませんぞ。どこかに行ってしまった。もうモズリンね。あれは我が娘ミファーの教育係だったぞよ。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時、ハイリア人嫌いが決定的になってしまったぞよ。ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。ん、そういえば、ルッタを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが、出て行ってしまったぞよ。リンク、ムズリは俺が説得するからちょっと待っていてくれ。ああ、行ってしまわれた。シド、あの話をするつもりぞよな。は、なんだろうね。リンク、ムズリはおそらく下の広場にいるぞよ。そなたも行ってやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。メインチャレンジ水の神獣がルッターとなりましたね。あ、そっか、なんかピンとまだ来てなかったけれども、100年前の戦いで敗れた英傑たち4人かな、記憶でちらっと見えたあの人たちは100年前に命を落としてしまっているのか。そうか、だから多分あのムズリさんとしてはね、ちょっとこう一緒にいたのに助けてもらえなくてっていうのでちょっともやついてらっしゃってっていうのがあるのね、というのをなんとなく分かりつつ、それはそうと、あなたさ、あのゼルダの伝説時のオカリナのさ、ルトさん、ルト姫のお父さん、なんとなく似てるね。なんかゾーラ族の中で一人だけなんかこうすごく大きくてさ、なんとかそうよって言ってくださるのね、なんかちょっと思い出しちゃったな。見た目はなんか違ったような気がするんだけれども、なんかふとちょっとそこがつながるという思い出したりとかし、こっちだね、ちょっと他の方ともお話いっぱいしたいけれども、一旦その広場のところかな、行ってみましょう。あ、いらっしゃるね、そこだね。何の話を今されてらっしゃるのかが分かるかな。どうかな、ムズリ、聞いてくれ。誰が何と言おうとしてみましょう。やーってリンク今やーってしたけどさ、もうこのところまで来たぞらか、お前に用はない。ムズリよ、聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上は何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。父上からはだね。
そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬぞ。イファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらんのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、いいね、フォローなどなどどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。